ブレソル攻略ウィキと定期配信の紹介です。ウィキは全キャラのデータベースや星1から4のキャラがどのクエストで手に入るかを網羅しております。新ガチャに関しても適宜更新しているので、ブレソルでわからないことがあればぜひご活用ください。また毎週水曜日23時頃からブレソル1週間のまとめと共闘を YouTube とミラティブで配信中です。ブレソルの1週間の出来事をまとめ、リスナーさんからの質問に答え、レイドなどの共闘を行う放送です。あなたの疑問に即座にお答えできるので、ぜひ放送にお越しください。こんにちは、ドクターネッカツです。本当に大変長らくお待たせいたしました。もともと毎年周年のシーズンに公開すると言っていた僕が考えるブレソルキャラランキングですけれども、昨年はですね、作ると言って延々放置して結局作らずじまいでした。大変申し訳ございませんでした。今回はブレソル9周年を迎えて2年ぶりになりますが、キャラランキングをやっていきたいと思います。今回あらかじめですね、 X でアンケートを取ったところ、今までの属性別のランキングでなくてグルバトのランキングを見たいという意見が多かったので、今年はグルバトキャラランキングをやっていきたいと思います。で、全部を一度に紹介すると長くなりすぎてしまうので、パート1から3に分けて紹介していきたいと思います。パート1、死神隊長0番隊、それぞれの赤青ですね。パート2、フォロー、アランカル、エスパーダ。パート3、無所属、人間、クインシー、シテンリッター。それぞれ赤青を分けて、ランキング付けていきたいと思います。そしてですね、まず共通していることとして、メインのキャラとして評価が高いキャラクターというのはですね、共通した項目がありまして、状態異常不要時一定時間冷圧アップがあること、各種状態異常時の全ダメージアップがあること、状態異常確率アップがあること、強攻撃がバフやバリアではないこと、強攻撃の範囲が広いこと、敵キャラごとに全ダメージアップや、ゲージ持ちならクエスト開始時ゲージ 70% とか、敵キャラごとにゲージ上昇などがある、これらの能力があることが挙げられます。これを踏まえた上でご覧いただけると嬉しいです。さあ、前置きが長くなりました。それではここから本編です。それでは今回パート1いってみましょう。まずは死神キラー赤、メインはもうぶっちぎりです。宇野花やちる戦歴戦2023リメイクの宇野花さんですね。こちら直近の千年決戦編プライズガチャ中根から、こちらの闇ダメ要因にもなっているこの宇野花さんですね。さあ、この宇野花さんがまず1位、まず、ランキングから先にやっちゃいますね。2位、黒崎一護、千年決戦2024。3位、氷末一兵衛、千年決戦2023。これが1、2、3位ですね。メインとなる。で、いろいろ考えたんですけど、これね、サブもセットにし、説明しないと、どうにもいかないんで、サブキャラクターの方も、メインとサブを両方紹介していきたいと思います。死神キラー赤のサブ、俺は宇野花さんを使う前提でサブはもうセットです。まずはアコンさん、そして、あ、待って、これ隊長の平子さん。この二人がセットですね。サブの第2位。サブの2位は、メインの2位の1号を使う前提で、室外。千年決戦2024、ホロー化ですね。で、3位。3位は、
和尚を使う前提で、それぞれ、この死神キラのところは、1、2、3位と連動した形の1、2、3位になってますね。水着の浮竹さん。さあ、これをそれぞれ、詳しく解説していきたいと思います。まずは、死神キラー赤の1、宇野花さんです。これはまあ頭一つ抜けてますね、初代の宇野花さん。広範囲かつ強力な強攻撃と、強攻撃ヒットスワッププラス2。さらに敵撃化ごとに全ダメージアップが強すぎますね。で、うまく当てることによって、この強酸は確実に相手を状態以上にできるのもでかいですね。で、サブのアコンさんと平子とともに、活用することによって火力はさらに倍増して、この宇野花さんの火力だけでナイトメアもクリアできちゃいます。1年前に登場したキャラクターですけれども、今なお最強の座に居座る宇野花さんですね。2位と3位はちょっと同じ必殺技レベルで比較できてないのと、1位の宇野花さんでしかプレイしてないから、ちょっとスペック的に比較するという感じになりますが、このイチゴはですね、今まではその特定の属性の状態上確率アップ、例えば心属性への状態上確率アップとかはあったんですけども、今回死神クインシーへの状態上確率アップという風な形をとっていまして、まあ、死神キラーだから敵が全部死神なんですよ。だからこれは要はグルパトに出てくる全員に状態上確率アップというのが非常に大きいですね。そして、弱体と劣勝という状態上を持っていて、敵劣勝時状態時全ダメ 60% アップ、そして敵弱体時全ダメ 40% アップと、持っていて、これにボーナスアビリティで、劣勝状態時全ダメ 40% アップをつければさらに火力が伸ばせるっていうのも非常に大きなポイントだと思います。あとは、ため2段階攻撃で、ものすごくちょっと、難しいんですけども、うまいことやると速攻でフェーズが飛ぶっていうのも強みがありますね。第3位が和尚。ゲージ持ちで強い条件である、クエスト開始時、ゲージ 70% と、敵撃破ごとにゲージ上昇、この2つが非常に強力ですね。で、強攻撃もいずれも使いやすくて、めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いんだけれども、宇野花さんがさらに飛び抜けて強いんで、宇野花さん持ってるとあんまりこの和尚の出番はないんじゃないのかなと思いますね。ゲージ解放時強攻撃クールタイム回復もあって、非常に、強攻撃もバンバン打てて優秀なんですが、あまりにも宇野花さんが強い。宇野花さんはダブルのソロ特性っていうのもいいですね。っていうのが、死神キラーメインの 1,2,3 位でした。で、サブの、解説をしていきます。まあ、サブは先ほど言ったアコンさんはですね、即属性の死神の、サブ要因として必須と言っていいキャラクター。即属性死神が敵状態上時全ダメ 40% アップ、即属性の強攻撃ダメ 20% アップを持っていって、さらに底上げするために、隊長の平子が即属性隊長の強攻撃ダメ 20% アップっていうのが生きてますね。まあ平子は本当この 20% アップだけのために入れるぐらいのところなんですけども、いや、それで宇野花さんはさらに強くなってるというところなんですね。で、このセットの場合、9周年の無月のチームパーティー効果っていうのは、アコンさんの即属性、やっぱりちょっと見とくか。アコンさんの即属性の強攻撃ダメージアップと、被ってしまいます。そのため、9周年の無月は効果をなしません。で、コメントとかでもあったんですけども、アコンを生き残らせたいっていう形で、チッ生存を積んでる方がいらっしゃったんですけども、戻ってくる前に終わらせるぞ。それはですね、必要がないんですね。アコンさんは生きてると強攻撃で敵を散らしちゃったりとか、
無駄に状態異常にしちゃったりする可能性があるんで、速やかに退場していただきたい。なので僕は、体力をめちゃくちゃ減らしてます。で、チームパーティー効果っていうのは、キャラクターがやられてしまっていても発動するものです。なので、速攻退場してもらうっていうのが、僕はアコンさんとしてはいいんじゃないかなと思います。対して、平子さんは、この、強攻撃ダメージ 20% アップだけでなく、強鬼の衰弱が、これがうまいこと当てられると、さらに、グルバトンスコアが伸びるんですね。なので、平子はしっかりクール短縮を積むといいと思います。はい。というわけで、アコン&平子が1位の、宇野花さんのリンクでした。そして、第2位。いちごのリンクとして、室外投資郎、千年決戦編2024、ホローカ。これは、何かっていうと、チームパーティー効果、心属性死神が敵状態上時、全ダメ 40% アップ。これですね。で、これに加えて、無月を組んでおけば、さらに強攻撃が 20% 上がると。いうところが強みですね。そして、浮竹さん。3位が浮竹さん。もう全部ね、同じこと喋ってます。チームパーティー効果の技属性死神が敵状態上時全ダメ 40% アップ。そして、チームパーティー効果技属性死神の強攻撃ダメージ 20% アップ。で、これは、無月でさらに火力が伸びます。無月をつけることによって、さらに強攻撃ダメージ 20% アップが乗ります。というところですね。いずれも1位、2位、3位は、それぞれのメインの火力を伸ばすという、チームパーティー効果を狙ってます。一応ランキング外として、ランキング外として、4位。通常型をもし入れるんであれば、朽木白夜、フィアスバトルですね。ソル特性が通常攻撃ダメージ 30% アップで、グルーバトル時赤攻撃ダメージ 30% アップがあるっていうのもいいですね。まあ、ただ、まあ、現状はあんまり使うことはないかなと思いますね。それぞれのメインを伸ばすためのサブっていうところなんで。まあ、イチゴだったらサブがもう一枠空いてるんで、この美白屋を入れるとか、そういった形が取れるかなと思います。王将も同様ですね。浮竹さんを入れて美白屋を入れるっていうのがいいんじゃないかなと思います。以上が死神キラー赤でした。続きまして死神キラー青メインの1位、黒崎一護7周年ですね。2位、橋ノエルバーンザウィッチハロウィン。そして愛禅宗介6周年。ここが僕の考える 1,2,3 位ですね。そして、サブ、こちらはですね、今後1号出てくることがまだあるんですけども、まあ、1号だけでなく地属性死神が出ることがあるんですけども、その場合に必須となるのが陰性周平、これが1位ですね。2番手、井上織姫未来。そして転生の引き船さん。ここまでが 1,2,3 位ですね。まあ、おまけで今後引き船さんを超えてくるであろうキャラが時永だ。これは転生が来たらおそらく引き船さんを超えてくると思います。さあ、紹介していきましょう。まず1位のイチゴ。7周年なんでもう2年前のキャラクターですね。何がいいか。まず、いずれも使いやすい強攻撃に強二の追尾設置。そして状態異常が麻痺と弱体。さらに、麻痺弱体の確率付与50秒ごとっていうのもいいですね。で、状態異常付与時一定時間レアス 80% アップ。
最新のキャラクターとの比較としては、例えば状態異常のダメージアップがないっていうのが火力面で劣るとこなんですが、このイチゴは非常に安定して強いですね。僕はですね、正直ノーリちゃんの必殺技レベルが2なので、正確な比較ができてないんですけども、このイチゴを1位にする理由としては、サブによる火力の底上げがしやすいっていうのも大きなポイントになると思います。現状ですね、無所属のキャラクターの火力アップってできないんですよ。後でそこら辺は解説します。まあ、やっぱりイチゴは追尾設置と麻痺弱体の状態異常プラス同確率の確率付与の安定感が素晴らしいというところでの選出となりました。2、ノエルちゃん。ノエルちゃん火力だけなら間違いなく現時点でトップです。イチゴにないこの、弱体時全ダメ 40% アップ、侵食時全ダメ 40% アップがあるっていうところが非常に大きいですね。で、まあ、火力が出るんだけれども、現状チームパーティー効果で無所属のダメージアップっていうのは強攻撃も状態常時もないんですよ。なのでその辺が、伸ばしづらいなっていうところではある。で、弱体は入るけれども、麻痺とか氷結ではないんで、相手を拘束する力は弱い。で、追尾設置もないんで拘束する力が弱く、被弾のリスクが高いというところが、ノリちゃんの欠点ですね。まあ、おそらくここは、今年、この9周年でいろいろ上位効果が出てくるんじゃないかなとは思いますね。で、まあ、3位どうしようかなというところだったんですけども、6周年アイゼン。さすがに火力のインフレには、追いついてないんですけども、脅威の追尾設置と使いやすい広範囲な強攻撃、そして弱体と侵食の状態上が非常に良いですね。非常に未だに強い恐ろしいキャラですね。サブの1位、もう7周年イチゴとセットと言っていいキャラクター、陰性の周辺。何が強いか。地属性死神が敵状態上時全ダメ 40% アップ。そしてチームパーティー効果、地属性死神の強攻撃ダメージ 20% アップ。これにさらに9周年の無月は乗ります。火力が伸ばせます。非常に強力です。まあ、ただ、あくまでこれはもう1号とセットっていうだけで、1号を使わないんだったらサブ1にはなりません。逆にどういった状態でも入ってくるのが、井上織姫未来。グルバト特化キャラとなっていて、グルバト時通常攻撃ヒットスワッププラス2とか、グルバト時青攻撃ダメージ 30% アップ、そしてチームバッティ効果技属性の通常攻撃ダメージ 20% アップ、グルバト時キラー効果 50% アップと、非常に強力です。で、強化技効果アップの強化技を持っているっていうところも良いですね。めちゃくちゃ強いです。サブ筆頭です。で、3位が転生した引き船さん。引き船さんも、通常特化型で、バフ持ちであるっていうところは良い点ですね。敵非状態上時全ダメ 50% アップはグルバトではあまり効果をなしません。転生したんで、攻撃の値が高いのも良いですね。で、おそらく、時灘はそれを超えてくるであろうと。転生をしたら。で、時灘は状態異常がなくて、引き船さんもねえか。メインの状態上の邪魔をしないっていうのもいい点ですね。で、おそらく強化技効果アップとかがつくんじゃないかなと思いますね。麻痺。ここも麻痺もこうですね。状態上は2人とも OK と。
おそらく時灘が入ってくるんじゃないかなと思います。ただ、織姫は超えられないだろうから、サブ筆頭が織姫でサブで通常型2体入れるんだったら時灘と、織姫とか、織姫と引船さんという形になるんじゃないかなと思います。まあ、もし変わらず7周年1号を使うんであれば7周年1号と、陰性の周平 とプラス通常型という形になると思います。以上が死神キラー青でした。隊長キラー赤、ここですね。まあ、死神キラーでも紹介した1位は宇野さん、2位、3位、該当なし。いろいろ考えたんです。いろいろ考えたんだけども、いやもうこれしかないです。もう宇野花さんしかない。過去の動画を確認したんだけれども、宇野花さんの前誰使ってたんだろうと思ったら最強山 G ですね。フォローキラー、クインシーキラーでキラー関係なく必殺技一発でハードをクリアしてるとか、その前は6周年アイゼンで青だけど火力でご利用するとかいう形を取ってました。ゆえにもう宇野花さんしかないです現状。そして宇野花さんだけで十分ですというところですね。で、サブに関してですけども、死神キラー赤と同様にアコン&ヒラコが1位です。もうセットですね。で、それをもし使わないんであれば、アコン&ヒラコを使わないんであれば2位は、室外投資路千年決戦2024。これはソウル特性が非常に強力で、体力最大値限定、通常攻撃ダメージ 40% アップというね、非常に高い火力があります。そして各種の能力が、グルーパトジ通常攻撃1つアップラス2とか、グルーパトジ赤攻撃ダメージ 30% アップとか、グルーパトジキラー効果 50% アップと、グルーパ特化の能力を持っているので、非常に強力。で、体力最大値を維持するためのスタート時バリアプラス15というのも非常にいいですね。3位。強いて言うなら、駒村さん。駒村さんは通常攻撃ヒットスアッププラス3なので、まあ火力としてはいいかなっていうところなんですが、バフとかはないし、まあグルバト特化の能力はないために優先順位は低いです。まあおすすめは、宇野花さんにアコン平子以上っていうところで、まあ、強いてあげれば、室ヶ谷でバフかけて、まあ、駒村さんで殴るっていうのもいいかもしれないけど、まあ、おすすめしないですね。もうここは、宇野花さんに、アコン平子が、ベストです。あっさりです。次行きましょう。隊長キラー青。1位は、バンビエッタ。千年決戦2024。2位。6周年アイゼン。3位、該当なし。サブ。サブの1位、ネリエル、クリスマス2023。2位、第2解放ウルキオラ。3位、10銀、フィアスバトル。それぞれ解説していきましょう。1位のね、バンビちゃんは、まあ、長らく隊長キラー青は6周年アイゼンがメインを張ってて、ようやくそれを超えてきたのがバンビちゃんですね。で、状態異常不要時、一定時間レアス 80% アップとか、火傷時全ダメ 40% アップとか、で、自身のソウル特性である体力最大時全ダメ 30% アップとか、現時点で圧倒的な火力です。ただ、バンビちゃんは追尾設置などがなくて、被弾のリスクが高いんですね。ちょっと難しいですね、扱いね。強にをしっかり当てるのが難しいっていうところからも、なかなか安定が難しい。それに対して、6周年アイゼンですね。まあ、バンビちゃんに関しては今後、まあ、もっと適性の高いキャラが出てくる可能性が高いところだとは思います。で、2位の6周年アイゼンは、正直僕はね、バンビちゃんのレベルが3なので、3のバンビちゃんを使うより、レベル間のアイゼンを使った方がグルバートのスコアが出てます。バンビちゃんと比較して、強二の追尾設置によって被弾が抑えられて、サブの通常特化とも、噛み合っていくっていうのが非常にハイスコアが出やすい理由なんじゃないかなと思います。まあ、初心者にはね、追尾設置
によって、あとまあ回復できるっていうところもメリットが大きいと思います。いやー、被弾したー、あーでもけ、あの、強2で回復してきたっていうね。登場から3年経って今なお強者として君臨するアイゼン様、本当にすごいですね。直近の隊長キラー青も、僕はアイゼンで、このアイゼンでハイスコアを出しております。めちゃくちゃ強い。サブ1位のネリエル、クリスマス2023。強化技効果アップの、バフ&バリアを持っていて、サブとして非常に優秀です。で、ゲージ持ちで、クエスト開始ゲージ 70%。で、グルバトで勝手にゲージ発動してくれて、火力も出るという非常に強力なキャラクターですね。サブ筆頭でございます。サブ2体通常型を入れるんであれば、ウルキオラも相当いいですね。こちらは衰弱バリア持っていて、体力最大通常攻撃ダメージ 40% アップがあって、それぞれグルバト、特化の能力も有していて、非常に強力ですね。ネリエルとセットでバフバリアっていう形を取ると、もうめちゃくちゃいいです。僕はこの二人をセットで使うのがいいんじゃないかなと思ってます。それが持ってない場合に、102にフィアスバトル。グルバト特化の能力をこちらも持ってます。青攻撃ダメージに 30% アップ、キラー効果 50% アップがあって、いうところなんですけども、毒なんですよね、状態上が。で、無駄に状態異常にされてしまうと、ちょっと困るので、優先順位は低いです。まあ、通常型としての火力が出るんですけども、サブの1位、クリスマスネリエルや、2位の第2解放ウルキオラとは、ちょっと差がついちゃってますね。っていうのが隊長キラ青でした。ゼロ番隊キラ赤。1位、圧倒的です、綾瀬川由美千佳、千年決戦2024。2位、オリジナル形態の筆谷くん。3位、該当なし、ゼロ番隊キラ赤サブ。1位の弓地下とセットで考えてください。7周年1号で散々説明している陰性の周平。通常型として優秀。2位が強楽春水バンガサ2024。3位、月島周九郎リメイク2023。それぞれ解説していきたいと思います。まずはですね、もうここはぶっちぎりですね。綾瀬川由美千佳、千年決戦編。グルバト特化の能力として、強攻撃ヒットサップラス3をはじめ、グルバト特化のアビリティの赤攻撃ダメージ 30% アップ、キラー効果 50% アップを持っていて、さらに状態異常不要時一定時間レア圧 120% アップ。で、敵を殲滅することが可能と。レベル1でも十分に運用可能な超高火力なキャラクターで、おそらく当分弓地下の独壇場になるんじゃないかなと思います。最初はね、どうかなと思ったけど、めちゃくちゃ強いです。残念なところは、心属性の状態上確率だったんですよね。その、死神へのとかだったらより評価が上がったんですけどね。そして第2位、オリジナル形態の室外くん。弓地下が出る前までは、とりあえずもう室外いないときちいねっていうところでしたね。ゲージ持ちなんですけれども、開幕 70% っていうのはない。ただ、解放時にクールが回復できるので、良いですね。状態異常短縮付与もあるんで、サブに状態異常が、噛み合わないときは、これで何とかするっていうのはできるのもいいですね。であとは、状態異常が氷結なので、弓地下よりも安定した立ち回りができるっていうのはあります。サブの1位、陰性周平の3回目の登場ですね。もう以下同文っていうところですけども、まあ、一応、もう一度ね、地属性死神の敵状態上時全ダメ 40% アップ、地属性死神の強攻撃 20% アップ、それに無月を乗せるというところで、弓地下とセットで運用しましょうと。弓地下じゃない場合はランキングになりますね。
サブの2、バンガサの協力さん、強化技効果アップのバフ持ちで、スタート時バリアプラス10で、キラー効果、および赤攻撃ダメージアップのグループバトル時の特化の能力持ってます。グループバトル時の通常攻撃ヒットサプラスにもあって、で、ソロ特性体力最大時全ダメ、通常攻撃ダメージ 40% アップと非常に高い倍率を誇っていて、スタート時プラスバリアプラス10でそれを保ちましょうねと。おすすめなのは強楽さんに転生の強楽さんを積むと、通常攻撃ダメージアップと全ダメアップの強楽さんを積んで、ボンド1を積んでってやるとめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ火力が出ます。具体的に見せるか。こういう能力があるんで、この2人が地属性なんで、これを積むと、通常22、体力16、通常25に体力16っていう風にダメージが伸ばせます。めちゃくちゃ強くなりますね。絶対被弾させないようにしましょうといったとこでしょう。というわけで現在のサブヒットをバンガザー協力さんでした。第3位、月島さん。月島さんも非常に強力で、グルバット特化のアビリティを有しておりますと。で、ソウル特性が通常攻撃ダメージ 30% アップっていうのもいいですね。ただ、麻痺耐性がないんで、ボナービとリンクを利用して麻痺無効にしないと活躍できないっていうのが難点ですね。室外で状態異常短縮不要をやるか、まあ、基本弓地下でやる想定だと、自身で、麻痺無効にしないといけないな、というところですね。以上が、0番隊キラー赤でした。パート1ラストになります、0番隊キラー青。1位、バンガサメイシ。2位、3位、なし。まあ、ちょっと後で解説します。サブ。マダラメ一角、リメイク2024。で、2位。2位は、井上織姫、ウエスタンハウス。もしくは、ネリエル。クリスマス2023。どういうこっちゃというところだと思うんで、解説していきたいと思います。まずは、0番隊キラー青。メインに関しては、もう、ぶっちぎりでメイシーなんです。一応、メイシー以外だと、副隊長アイゼン。もう、クリアできなかない。ただ結構きつい。そして、シャウロンも、まあ、できなかない。列車状態全ダメージ 60% アップに、ボナービで 40% 乗せて 100% アップにして、強攻撃ダメージ、40% アップのソウル特性を持っていて、国力属性の強攻撃ダメージ 20% アップを持っていると、これを持ってると無月乗らないんで、これまた、ちょっと、なーっていうところ。アイゼンは、状態異常、不要時一定時間レアス 80% アップがあったりとか、体力最大 20% アップがあったりとか、体力最大時強攻撃ダメージ 40% アップがあったりとか、侵食か、だったりとか。できなかないよねっていうところで、そんな中、名刺ぶっちぎり、状態異常、不要時一定時間レアス 80% アップ、麻痺状態時 40% アップ、弱体状態時全ダメ 40% アップ。そして強攻ヒットサーププラス2で、強2が追尾設置。そして状態上は麻痺と弱体。もうね、もう言うことないです。もう圧倒的な火力と安定感なので、差がありすぎるんで2位3位は該当なしとしました。でメインのキャラはいずれもね、氷結耐性がないんで、まあ、プレイヤースキルが求められます。で、メイシーは強いキャラの条件である状態異常不要時の、経営時間レアス 80% アップ、弱体時と麻痺時の全ダメ 40% アップ、強2の追尾設置。おまけに防御低下能力負荷があって、今なお圧倒的な性能です。
安定感抜群。バーンザミッチコラボ限定ガチャっていうところで必殺技を上げ、必殺技レベルを上げにくいというのが欠点ですね。サブヒット。一角さん。実は、ここ、一角が出るまで通常型がいなかったんです。逆にもう一角しかいない。で、衰弱持ちでバフがないんですね。バフ要因がいない状態。で、今後通常攻撃ヒット数アップかつ強化技効果アップのバフキャラが来るんじゃないかなって思うんで、そうするとどうなっかなってとこですけど、とりあえず現状はもう一角を選択せざるを得ない。で、まあ、そんなバフ要因誰いいですかって言ったときに、まあ、よく出てくるのがウエスタンハウスの織姫。織姫は状態以上短縮付与があるっていうのも良いですね。で、バリアがプラス2枚。で、強化技効果アップの強化技。ネリエルは通常型なので、地味に火力としても役に立つことがあると。で、こちらは状態以上短縮付与がない代わりにゲージ持ちの通常型、多少の火力の上乗せができるかなといったところですね。こちらもバリア発動スワッププラス2の強化技効果アップの強化技というところです。以上が0番対キラー青でした。以上がパート1の死神キラー、隊長キラー、ゼロ番隊キラー、それぞれの赤、青の紹介でした。一体どれぐらいの動画になるんでしょうかね。ちょっと全然、わかんないんですけども、多分このままやっちゃうと、ものすごく長い動画になるんで、まあ、すでに長いと思うんですけども、一旦ここで、パート1は終えようと思います。パート1の特徴としては、死神キラー、隊長キラー、赤で活躍できた宇野花さん。そして、死神キラーの、7周年イチゴとか、あとは弓地下にセットになる陰性周平っていうのが何回も出てくる顔ぶれだったかなと思います。今後もですね、そのメインによって、サブはこれがいいよっていうのがありますんで、パート2、パート3も、まだ原稿書いてる最中です。頑張っていきたいと思います。とりあえず、本日は、2年ぶりとなる、キャラランキング、パート1でした。この動画がちょっとでもね、参考になるとか、あ、なるほどね、とか、ありましたら、高評価、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。もちろんですね、いやいや、お前、そらちげえだろと。いや、こいつよりこっちの方が強いだろっていうのがあれば、ぜひ、コメントお願いします。僕もその、すごい注意してやってるつもりなんだけど、あー、そうっす、ごめんなさい、それもありますみたいなことは全然あると思いますんで、よりみんなで高みを目指すためにも、何か間違いがあれば、ぜひご指摘ください。はい、今回ここまでです。以上、ドクターネキでした。お疲れ様でした。